ュアルはジャパニーズのマニュアルがありまして、割合とこういう形でマニュアル見えますかね。こういう形で、これは比較的よくできているマニュアル。今 Windows で30何分かかる、50何分かかるっていうけど、まずマニュアルは入ってきてるかも分かりませんけど、こういうマニュアルがありますので、実に何しろ僕は3日前にこれ開けて、大体3日前にやったことを人の前でやるなんていうのは極めて大胆なんですけれど、でもやってみるとすごく便利だっていうことが分かりましたので、それもちょっと紹介をしたいと思います。それで結局全てはこういうブロックを消したりつないだりするっていう、なんかおもちゃみたいな、こういうブロックをつないだりするという、まあ、そういうことだけをやるというタイプです。それではどうですか皆さん、どんな状態ですかね。皆さんいろいろ落としていると、皆さん大体ですから、クラウドにアクセスできていますですか。それでクラウドの使い方僕全然知らないんですけれど、僕の方は Mac 版で、自分の手元に落としてやっています。それで Mac 版の場合は分かりませんけれど、 Windows 版ですとこういう形で立ち上げますが、その それでちょっとだけ注意してほしいのは、Windows 版の方なんかはですけれど、この一番最初にこのロジスティックリグレッションプログラム、これを最初にクリックせよとあります。でこれをクリックすると、実はそれと同時にサンプルプログラムがどんどん送られてきます。サンプルプログラムが送られてくるっていう意味は、手書きのデータとかそういうもののデータがわーっとダウンロードを始めます。で多分 Mac でアクセスされている方は、これをもうすでに Mac の、 ソニーのコンピューター側にそういう元のデータがあるはずですから、そんなことありませんけど、自分の手元でやろうとすると、これをクリックすると同時に山のような手書きデータが送られてきます。でそれはまた時間が随分かかりますが、それはそれであれです。それでオープンプロジェクトとするので良いと思うんですけれど、それでやっいわゆるオープンプロジェクト、皆さんの中にもありますし、一番最初はそのテキストのチュートリアルそのままでいいんですけれど、オープンプログラムとやるとこういう形で、先ほども言いましたけど、あやめの場合は壁の中とか、なんか4つかの何かの長さとか4つの変数に関して、5つに分けるか、なんかそんな感じなんですけれど、今はちょっとこれは20のアミノ酸で やろうと思うんですけど、ちょっと時間がかかるんで、まあ20のアミノ酸もやってみますかね。エディットのいいのかな。オープンプロジェクトで。
こういう具合にやると、トライノクレオチドですから64の変数があって、それでここにこれが入力層になって、まあ、中間層があって、これが出力層で、出力層は20のアミノ酸ですと。でこれは今の場合はこれが中間層になります。でディープラーニングだったらこれをもう少し合体をさせていくのです。これを何個かここへ、重ね合わせていくと、まあ、これがディープラーニング。それからこういうのは活性化関数というやつで、人間の脳はなんかあるスレッシュホールドからじゃないと発火しないように、人間の脳ってそうですよね、なんかこうある域値を超えるとパッと発火するっていうような関数ですけど、そういう関数がここに用意してあります。であとはディープラーニングですとここで、入れていくと例にありますけれど、何個ニューロンを捨てるとか、そういうものが全部入った形で、こういうものがあります。で今これ動くと思うんでやってみるかなという気がしますけれど、データセットで、それでトレーニングの方はオープンデータセットで、こういう形で CSV ファイルで、必ず CSV ファイルで、 CSV ファイルで保存をしておいてください。 CSV ファイル、これを必ず CSV ファイルです。それから朝も言いましたけど、なぜかこのここはダブル2回のアンダーバーが2個です。これ忘れるとどうにもなりません。アンダーバーが2個です。それで今ちょうど TRN 何千だか安倍さんがデータベースにしたものを今全部突っ込んでますから、まあ1万3千かなんかですけど、まああと最初は1万2万何千あるんですけど、半分は隠しておきます。隠しておきます。まあ隠しておくっていうけど、まあ隠したファイルも与えておきます。それで近頃のニューラルネットはどうもその何万というデータを一気に、何万というデータを一気に計算を始めると、こうニューロンなんていうんですか、なんか割合とその計算の関係上データを割合と小刻みにして次から次に送り込んで賢くするっていうんで、まあこのバッチサイズ、これがちょっと変えられるようです。まあこのあたりがあれには書いてあります。それでうまくいくといいんですけれど、ここでラントレーニングとやります。そうするとこう動き始めるわけです。今これ動き始めてます。ですから私が3日前から始めたって言いましたけど、要はアイリスのチュートリアルがあると。でそれがあるんだけれど、自分は tRNA のことをやりたいと。だから4を64に変えるとか、アミノ酸の数は20だから20に変えるとか、そういうことで今計算を始めてます。でこれちょっと時間がかかると思いますけれど、まあしょうがないんでちょっと20やっちゃいましたけど、こういう感じで学習を始めます。ですからある意味で、何をやってるかわからないところはありますけれど、隠したデータをこう用意してはそれを突っ込むという形でやっていくので、でこういう1回ごとでどれだけ賢くなったかっていうのを、図示してくれるわけです。で皆さんの方のあれでは いきそうですかね、なんか行くんだろうか、まあちょっと厳しいかわかんないよね。応答しなくなるよね。ですからある意味で
で、まあ、これがトレーニングの過程になります。で、人工知能の場合はやっぱり流行ってるのは結局こういう形で任せちゃうんですね。だけどはっきり自分は正しいデータを知っているんで、だからだん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 賢くしたさせていくというような過程になります。それでいろんなことが分かんなかったら、さっきのなんか関数の名前もなんですけど、全部 Google に聞いたらいいです。そのタグを入れて Google に入れたら、その関数の意味なんか全部言ってくれます。何でも Google に聞いたらいいわけです。自分で調べても大変、まあマニュアルはいいですけれど、マニュアルだとなかなか面倒なんで、マニュアルの中でももう Google に聞くと、その関数名でもそれから何でもだんだんその皆さん家帰って、でもただ僕はそのオンラインのはやったことありませんので何とも言いませんけど、少なくとも Windows に持ってくれば問題はないんです。それでちょっとだけ今まだステップがありますので、少しだけ冗談を言いたいと思います。で、高橋田先生と僕は、まあ、若い頃に京都大学の生物物理教室っていうんでちょっとだけ接点があった。高橋先生は理論系の研究室におられて、そこはコンピューターもあったんですね。それで僕は実験系ですから、コンピューターなんかなくて、それで僕が科研費で買ったPC というのが京都大学の学生でも初めて触った PC なんです。あれだけの京都大学の学生でも誰も PC をいじったことがないのに、私が買った初めての PC をみんな触って喜んでたんですけど、でも高橋さんなんか、まあ高橋さんの上級生なのかな、下級生なのかは、結局まあ理論系ですからコンピューターやってたんですけど、私がコンピューターで論文を書くということを始めたら、それが不思議なんですけど、理論系の人がコンピューターで論文書いてても誰も真似しないのに、池村さんがコンピューターで論文書いてるということが言われただけで、その生物物理の偉い先生方みんな竹内さんとか柳田さんとか、池村さんができるんだから俺んところもやろうっていう感じで、みんなその始めで待ったんですね。で、まあ尺に触るのはプリンターまで全く同じプリンターを使うんですけれど、要は何を言いたいかというと、池村さんみたいな人がやっても簡単にできるんだという、そういうこと。中村さん、それ説得力あるよね。中村、なかなかね。で、そういう感じで今もうちょっとあれですけど、こういう感じでトレーニングしていきます。それで本当にあれはこれは多分皆さんの誰かが将来日本でどうしても AI を学生に教えるときには、これはツールになると思います。多分かなりなるんではないかというように思います。ちょっとすいません、こんなことやっちゃったからあれなんですけど、ついでに今ここまでで何か質問ありますかね。なんかソニーのこれはクラウド版の説明ですけど、このクラウド版の説明よりはマニュアルの方がいいですけど、でもこれは持ってると割合と何をやってるかがよく分かります。 で人工知能の場合は本当に何をやってるか分からないというところがあるという、いわゆる、理解が何て言うんですかね、理解できない AI というか、何をやってるか分からない AI っていうのと、エクスプレイナブル AI っていうの、そういうものを組み合わせるといいんではないかというように思ってます。すみません、ちょっと時間があれですけど、要はこういう形で刻々もうほとんどエラーがなくなってきてるんじゃないかと思いますけど、それでこれは常にトレーニングに使ったものと、それから隠してあったものと交互に相互作用しながら学習が進んでいるようです。でやっぱりなんとなく最初のトレーニングに使ったものの方がまあ的中率は高いですけれど、それでも
確認使ってる方もかなりいい感じで進んでます。でこれは、現在世界で最大規模の tRNA のデータベースに入っている全ての tRNA を使って、それでいろんなプログラムでこれは正しいとして決めてきた我々の作っているデータベースの中で、それを全部与えて、で20のアミノ酸別に与えて、だけど我々もミスしてるかもしれないと言った時に、このハズレっていうのは結構大事になります。何か質問ありますかね。何かこの今待ってる間にあれですけど、はい、トレーニングした出てきたそのマシンですか、それを教えたもの以外のデータに、それは全然問題ないです。でも何か限界がある。限界っていう言葉の意味は、つまり、次元が同じじゃなきゃいけないとか、質というか何というか、問題はやっぱりエクセルのデータだとすればやっぱり次元の数は、変数の数は同じじゃなきゃいけないけど、データ数は全然変わっても全然変わらない。ただ次元の数だけは、それと使っているラベル、その別段、20のアミノ酸を使ってて横に5個でも構わないけれど、そういうことさえ守れば特に問題はないです。すいません、これ本当は5個でやればよかったんですけど、やっぱり20のアミノ酸でもちゃんとできるんだということを、人工知能というのはいかに賢いかということを見ていただくために。で何か他に質問ありますかね。あとちょっと報告なんですけど、先ほど小林先生からすごい難題を頂戴いたしまして、その前の方のソムの方で何か問題が解けるかと言われて、最初すごい悩んだんですけれど、小林先生のこういうアイデアもと私のテクニックを使ったら非常にうまくいきましたですね。何か非常にその教師で、なんかお宿題を頂戴しまして、なんか今度は送ってくださるそうですけど、なんかそういうのはあれですので、やっぱりこういう講習会で聞くっておられするのは、なんかすごい綺麗なパターンが出て喜んでおられましたです。ただお宿題が増えたっていうことはありますけど、なんかもうちょっと、すいません、もうちょっとあれですけど、ついでに本当に何か質問があれば、にわか勉強ですけれど、はい、どうぞ。エポックの数とかそうなんだよね。そのあたりはだから これがどう落ちていくかなんでしょうね。これがどう落ちていくかなんでしょうね。だからこの学習の過程なんでしょうね。でソニーのはだいたいチュートリアル100エポックで切ってますけど、やっぱりそれはやっぱりこの過程なんでしょうね。この過程だと思いますけどね。特にエポックにすごい時間がかかるようだったらそれはそうだと思います。何回かかけて、自分で人が見てどれくらいでかっていうのも分かる。やっぱりエラーは十分ないようなところまでは持っていかないといけないと思いますけどね。はい。うん、っていうのがあるんだけど、そこでね、科学習っていう大事な問題で、科学習ってどん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 賢くしていくと、今与えた問題には正解を出すんだけれど、新しい問題を与えたらダメだっていうのになることがあるのよ。今のデータはすごくうまくいくんだけれど、新しいデータをしたらもうダメだっていう、それ科学習なんだけど、今のこのソニーのシステムは結局こうニューロンがたくさんあるんだけど、そのニューロンを間引いて何パーセントぐらいランダムに除去してくださいっていう命令ができるのよ。そうするとなんかすごく
なんかうまく学習しているあることが慣れているニューロンがなくなると他のものが補うわけよ。いわゆる人間の頭の中で起きてると同じことをやってんのよ。だから神経細胞の1個が2個がダメになったらもうおじゃんだっていうんじゃなくて、みんなで一生懸命その答えを出そうとするわけ。だからそういう点で言うと、そういう科学習に陥りそうな時は例えばニューロンを消すとか、やり方としては最もいいニューロンを消すなんていうやり方もあるみたい。最もいいニューロンを消すとか、そういうやり方もあるし、まあ最も悪いやつを消すとかいろいろあるみたいですけど、ともかくそういう感じでやってるようです。他に何かありますかね。はい。いう意味はね、科学習って意味はね、ある与えたデータに対してはすっごい、いやそれこそあれだけど、すごくいい答え出すんだけど、別な例えばデータを半分に割って、それでその半分に関してトレーニングしたときに、その半分に対してはすごい答え出すんだけれど、別の半分やったら全然あまり良くないっていうのが科学習よ。いやいや、それはだってフィッティングみたいなもんだから。そう。そうそうそう。いや、ただやっぱり人工知能、いやいや、昔の人工知能はどんどんそのいわゆるディープラーニングで層を増やしていって、ディープラーニングで層を増やしていくとすごくいいんだけど、新しい問題がダメだっていうようなことが出てきたわけ。それでストラテジーって言ったらニューロン消したらいいんじゃないっていうな、そういう感じで、すごくまあグーグルとかいろんなところで作るんだろうと思うけど、いろんなアイデアが今全部、いやバカかっていうのはいいんだろうと思うけど、斉藤さんほど賢いという、でほぼ大体ほぼ大体、はいはい。そう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 。うんうん。6種類このデータ、これ全部トレーニングさせる。え、6種類っていう意味？いや、これはだから、中のニューロンの構成だから、これはいじらないで、で、ここの数、あ、まあまあ、うん、そうそうそう、今。これ全部それぞれ。ランさせることができるけど、それはしちゃった。今、一個一個ランさせたいということ？あ、今、インプットのやつをやったんですだけで。もちろん。で、エバリエーションそう、それも自動的に言ってるはず、クラウドでもうまくいく方もいるようです。あ、そしたらこれで終わりましたから、次はエバリエーション、どれだけ正解が出るかというような感じのものを見ます。これで今いわゆる、まあ、現在人類が知っている tRNA 全てに関して人工知能がそれを分けてくれて、それがどのぐらい正解かっていうのを今やってくれています。質問よろしいですか？はいはい。これトランスファーメンって短い配列なんですけれども、はいはい、全ゲノムを入れちゃって、また一ゲノムだったら入れちゃって、たくさん入れちゃって、斉藤さんみたいにお利口な人か、それともバカな人かというのを判別させるってことが先ほどね、小林先生と我々がディスカッションしたあれでしょ、あれはこのまま乗ると思いますよ。だから言われた意味はそのままできると思います。先生ご自身が、ただ僕が今自分がちょっとやったことないからあれですけれど、先ほどはペンタンヌクレオチドをやりましたけど、それですからあそこの次元が60じゃなくて256に変わったりするだけです。それでそれで多分こういう形にすると
正解が出るはずです。で、多分これはアラニン、最初アラフェですけど、アラニンの tRNA があって、それ間違ったの590合ってるけど、間違ったのは3個あるというんで、まあ我々の方が間違ってるのか、それともコンピューターが間違ってるのかは分かりませんけれど、結局このあたりがあれだと思いますけれど、正しさだと思いますけれど、大体95とか90とかこのあたりで大体なってますから、何個かは外れています。で、我々が間違っているのか、その TRN には特徴があるのか、そういうことを見ていけるようになるわけです。いいとこだけ見せてると思われるといけませんので、下の方まで。これはコンピューターには一切tRNA、いわゆる学習の、これはだから教師ありですから、まあしてはいますけれど、まあこういうで、今これはトライでやってるだけですから、あとテトラに上げていくとか、それからこれは今アイリスのやつのバージョンをそのまま使ってますから、深層学習じゃないわけです。ディープラーニングじゃないわけですから、一番プリミティブな一層の、まあ言ってみたらクラシカルな AI にほぼ近いやつでやって、それもトライヌクレオチドでやって、これですからテトラヌクレオチドに変えたりして、さらにそれを深層的にレイヤーを重ねていくっていうようなことをするとできるわけです。で、今小林先生が言われたように、ご自身がなんかこういう問題は AI に乗るかというようなことがあれば、何かいわゆる岸野先生言われたように、エキセルの表さえあれば統計できるというように、エキセルの表さえあれば実は AI にかかりますので、何かお考えがあれば言っていただきたいと思います。で、まあこれはこのぐらい、何かあれですかね、質問、あと他今やってる中であれでマニュアル読めば大体できる。これなんかないかな、この後ろにダウンロード、それからね、もう一つは割合といいね、オンラインで、そうか、ソニーのところ入っておられる方いますよね。皆さん入っておられる、その上の方にいろんなコミュニティとかプログラムとか、なんかいろんなのが上にありますから、そこに入ると結構例題があります。ですから我々今アイリスを使いました。アイリスのを使いましたけど、そこに入ると上にいろんな例が出てます。ですから一番自分の要求に合ったものを選べばいいわけです。ですから例題としては、この一番まず多分どこの大学でも学生さんにさせると思うのは、こういう具合な手書き文字です。で、さっき彼が言ってたように、こういうのはみんなデータが写真のデータ、写真っていうのは変だけど、ピングだったかな、 PNG のデータ、ピングでいいのか、画像の画像、あれ ピングっていうんだよ、なんだよ忘れちゃった、画像、いわゆる何て言うの、中間さん、あれ画像のピングっていうのね、 JPJP じゃ、大体受け付けるのは、それからさっきあれがありましたけど、中村さんがありましたけど、これはGPU の環境が本当はいいようです。 GPU の環境がいいようでして、
あ、それで。あと、そしたら、ついでに、あまり、あれですけれど、あれの作り方ですけれど、オープンプロジェクトはまあこれで作れるのかな。こういう形になった時に何か消したければ、まあ多分これディリートかなんかすれば消えるんだと思います。それでここに何か継ぎ足したいものがあれば、だからいわゆる深層学習にしたければこの辺りに またコンポーネントで、コンポーネントでアフィンなんとか、コンポーネントで、あ、今はこれで深層学習ですから、ね、ま、いわゆる、レイヤーが増やしていくタイプが、コンポーネントで、コンポーネント、アフィンですね。このアフィンがあって、それで、アフィンがありますか？新しいアフィンができましたよね。それで、まあ、つながってると。まあまあ、こんな感じで、で、また、こういう形にして、次に、関数ですね。ここを、発火する関数を、まあ、選ぶと。まあ、シグモイド、多分、なんかよくわかりませんけど、そのあたりの関数を選んで、シグモイドかなんか選んで、それで2番目のレイヤーの数はどれだけにするとかいう感じでやっていって、それでやっていったら賢くなったというような感じにしていけばいいわけです。ですから今みたいに簡単にこうプログラムは何も知らんでもつないでいくというような感じで、まあこういう具合にこんなふうにつない、まあ合体させて、でもこれでつながり、まあまあ、まあ、こんな感じのことですから、まあほとんど誰でもできるタイプの問題になるわけです。高橋さん、このぐらいでこれはこれでいいかな。ああそしたらあとちょっと宣伝だけですけれど、先ほど小林先生から頂戴をした問題をちょっとそしたら紹介をさせていただきます。それでまあすごく難しい、最初はこれ大変難しい問題かなと思った。ちょっとこれはもう疲れてきたんで、普段使っている普段使っているプログラムの方で動かします。で小林先生から頂戴したテーマというのは、あ、違うか。小林先生がお持ちになったのはこの3つのピロリ菌の、先生これがこれ J ってついたのがジャパンっておっしゃったんですか。それが、下から言うとアフリカ株と日本株と、それからヨーロッパ株、同じスピーチの中で区別ができるでしょうかっていう、そういう問題設定をいただきました。こういう、ピロリ菌ので、もしもこれが分かれたんだとすれば、どういう理由で分かれたかを知りたいとおっしゃったわけです。それで
新しいフォルダを作って、そしたらば、パターンで、今これテトラヌクレオチドですと256ありますけれど、こっち向きとこっち向き、特にアービトラリーなんで今これ136次元に変えます。それでオールシークエンスでロードで先生のあれがマスターファイルの中に3本登場しています。それでこれをマスターファイルで DJ テトラカウントで、これちょっと間違えちゃったかな、まあいいか、ちょっと間違ったかも分かりませんけど、まあちょっと DJ テトラカウント、ここでやってみるかな。まあこういう形でいわゆるカウントデータをする、いわゆる小林先生のデータというのはもうずっと配列なわけですね。配列ですから、配列だとコンピューターも AI も扱いません。ですから配列ですから、それを Google がどこでもやっているようにこれをワードにするわけですけど、この時のワードというのが、4連ずつ切っていくと。ただ4連ずつ切っていくけど、こうコドンみたいにパッパッと切るんじゃなくて1個ずつこうずらしながら切っていくと、まあ、そういうことです。あ、ちょっと間違った。ちょっと、ああいいんだ、ウォールになってる。ちょっと間違っちゃったかな。フォルダを作り間違えたかな。DJ。テトラ。あれね、ちょっとすいません、ちょっとだけ、データの場所をオールパターンで DJ、 オールでロードでマスターでアウトプットでマスターでマスターでオールギレテトラで OK で、でこれは人工知能としてはちょっと困るかもしれないですけど、3つしか配列のないっていうような感じのですから、まあ人工知能もちょっとあまり今まで私もやったことのないタイプのあれになりますけれど、でこれはまだ小林先生ご覧になってない、あ、初めてやるやつです。テトラにしてみました。さっきはペンタだったんですけど、一応ね、新しい方がいいかも分かりませんので、DJ テトラにしてあります。それでカウントができましたので、今度はソムの計算にかかります。オルダーでオールディジェテトラの中のカウントでいいはずやな。それでロードでよくて、パラメーターでこの値がちょっとわからないけど 50% ぐらい、ああちょっとこれはあれですね、すごい
ちょっと小さくなりすぎたかも分かりませんね。3つですのでちょっとあれですけど、もうちょっと あれを大きくしますかね。まあ3つ、ああちょっと失敗したな、ちょっとまあちょっと。まあまあこれはこれでやります、すいません、ちょっと間違えました。まあこれはこれでいいんですけれど、ちょっと間違えました。もちろんこれはこれで面白いデータは出ますけど、ちょっと間違えました。いわゆるこういう形であっちゅう間に、それはもちろん3つですから、こういう形で分かれます、もちろん当たり前ですけど3つですから分かれます。ただ良さは理解できる AI なわけですね。これは理解できる AI ですから、理解できる AI ですから、なんでだろう、オリゴ AI、理解できる AI ですから、ビジェテトラで、あれで、おいおいおい、ですからこれはなぜこれを分けたかっていうのは、何がこれが好きなんだということを言ってくれるわけです。ですから先生のだと、これが日本株でしたですかね。そうです。日本株はこういうものは嫌いだけれど、これは好きでも嫌いでもないとか、いわゆるそういう、さっきはあれでしたけど、これはテトラですけど、こういう形で何が嫌いだとか何が好きだから分けましたという、でこれを小林先生の宿題は、まあこれを何千株とされるという、いわゆる何が好きで何が嫌いという、いわゆるこういう、これが理解可能、いわゆるタイプのあれになります。でこういうタイプのものがありますので、です、今回和田健之介さんに作っていただいたのは、急遽作っていただいたんでバグはないと思いますし、大丈夫だと思いますので、ぜひ今みたいなことは全部できる感じになってますので、お使いになったらいいんじゃないかと思います。